はい、こんばんは、ヒョンです。よろしくお願いいたします。こんばんは。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい。私はレイ・マーティンです。今年は23歳です。海はサッカー。今は、農業をします。以上ですか。今年23歳ですね。今どんな仕事をしていますか。はい。すみません、もう一度お願いします。今どんな仕事をしていますか。モロヘアとキュウリです。嫌ですね。畑でやってますか。それとも施設の中働いてますか。畑でやりますか？それともハウスの中やってますか？ハウスです。ハウスですね。今どこ、沖縄のどこに住んでいますか？糸満市に住んでいます。海が近いですか？もう一度お願いします。海が近いですか？はい。海の近いです。近いですね。はい。日本に来て何年目ですか？3年です。3 年目。はい。なんで、今の会社辞めますか？もう一度お願いします。なんで今の会社辞めますか？JR の会社です。わかるんですけど、なんで今の会社、特定技能でやらないですか？なんで残らないですか？じゃあ大丈夫ですね。今、部屋何人と一緒に住んでますか？難民。何人、部屋今何人と一緒に住んでいますか？村民に住んでいます。4 人ですね。みんな男ですか？部屋は別々ですか？同じですか？別です。別々ですね。じゃあ、一人一部屋ですね。仕事何時から何時までですか？6時から5時までです。6 時から17時までですね。休憩何時間ですか？15分。15分です。15分だけ？15分の朝。昼は、2時間です。昼2時間休憩しますか？一日何時間休憩しますか？一日何時間休憩しますか？2時30分です。2 時間30分ですね。そうですね。じゃあ1日8時間半働きますか？すみません、もう一度お願いします。1 日何時間働きますか？1日何時間働きますか？わからない。6 時から17時まで何時間ありますか？
心。ん？一日何時間働きますか？わからない。わかんないですね。はい、わかりました。仕事、何月一番忙しいですか？何月一番忙しいですか？わからなかったらわからないでお願いします。わからないです。わからないですね。はい。じゃ次行きますね。今まで農業の例えば豚、牛、鳥、飼ったことはありますか？ベトナムでは農業の畜産、豚、牛、動物、飼ったことはありますか？鶏。うん、鶏、はい。あと何ですか？わからないです。わからないですね。鶏だけですね。うん、家族何人いますか？うん、5人です。5人。誰と誰ですか？あ、母と父と あと2人は誰ですか？二人は日本語わからない。じゃあベトナム語でお願いします。エムチャイです。エムチャイ。じゃあ、弟ですね。はい。弟二人ですか？家族弟じゃあ男の人を4人いますか？はい。うん。妹いないですね。女の人はお母さんしかいないですね。はい。はい、お母さん、お父さん、今どんな仕事をしていますか？農業です。農業。何をやってますか？農業の何を栽培していますか？何の野菜やってますか？日本語わからない。何を作ってわからないですね。はい。じゃあ、今、天さん、今の仕事、農業、何を栽培していますか？何を作っていますか？モロヘアです。モロヘア。仕事をもっと詳しく教えてもらっていいですか？例えば、何をしますか？もう一度お願いします。農業の例えば、草取ったり葉っぱ切ったりする仕事ですか？それとも野菜放送ですか？どんな仕事をしていますか？農業のどんな仕事をしていますか？モロヘア取ってからそれから始めますね。詰めますね。はい。一日何キロぐらいやりますか？それとも一日何箱をやりますか？50ぐらい。50トンぐらい？50キロぐらい？キログラム。キログラム？10。うん、じゃあ、テンさんの趣味は何ですか？趣味、はい、趣味はサッカーです。サッカーですね。何歳からサッカーやりましたか？16歳。16歳からですね。はい、で今までいた会社、みんなと仲良くしていますか？それとも悪い人いましたか？喧嘩したことありますか？
すみません、わかりません。今まで、元の会社、昔の会社、喧嘩したことありますか？怒ってる時ありますか？わからないです。うん。Lúc mà em ở công ty cũ ấy, em đã bao giờ ví dụ như là em cảm thấy bực mình hay là có vấn đề gì chưa? À, em chưa. Mà đã này đấy nhé. Này. Dạ. Khai sở hai tế tomo da chi ga dekimashita ka? À, mô chí đồ ori gai shimasu. Ima no khai sở de hataraite tomo da chi ga dekimashita ka? À, dekimashita.できました。はい。ベトナム人ですか？日本人ですか？ベトナム人です。日本人の同じ会社の仲いい友達がいないですか？いない。いないですね。はい。今の会社ベトナム人しかいないですか？日本人少ないですか？うん、ベトナム人です。うん、わかりました。はい、じゃあ今日これで終わりたいと思います。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。